ラテンパーカッションのミザリートです。イエーイ。今回はですね、ティンバルスをですね、演奏する時のチャチャチャやマンボを演奏する時の左手のアプローチ、特にですね、このミュートする感じとかをですね、よく質問いただくんで、今回は左手のアプローチのですね、少し解説をしていきたいと思います。イエーイ。今回はですね、この左手のアプローチについて少し語ってみたい、解説してみたいんですが、というのもですね、よく質問をいただきます。ティンバレスのですね、演奏っていうのはですね、まあ通常こうフィルインとか、まあ、いろいろな使い方があるんですが、ラテン音楽の中ではですね、チャチャチャやマンボなどを演奏するときに、だいたい右手がメインでグルーブをこうね、刻んでいくわけなんですね。今までもチャチャチャやマンボというのはですね、ラテンリズム紹介とかですね、どこでもファイルをたくさん紹介させていただいてます。左手はですね、その右手をサポートするごとく、このアプローチしていくわけなんですが、でも実際にティンバレスを演奏したことがない方はですね、左手はどんなね、感じでこう効果があるのかってわからないと思うんです。右手がメインですから、やっぱり演奏していくときに、こうね、今さりげなく刻んでいるこの感じだったりだったり、プレイヤーによってはですね、さまざまな左手のアプローチがあるんです。しかしですね、例えば左手、例えばチャチャチャを例にとってみましょう。ドスチャチャチャみたいなですね、軽快なチャチャチャのリズムですが、この今さりげなく演奏しておりますが、左手が全くなかった場合、これはもちろん演奏できるんですが、あえて今左手はピシッとこうやってますが、やはり、特に演奏者側がですね、この右手だけで演奏してもいいんですけども、やはり左手と右手でリズムを刻むことによって、こう、自分自身も安心しますし、少しこう、グルーブの一端を担っている。これがないと。いいんですけどもね、右手だけでもいいんですが、左手が加わることで少しやっぱりね、こう音圧が上がると言いますか、やはりプレイヤー、特に一番僕が思うのはプレイヤーがすごくキープしやすい、演奏しやすいですね。この今回ですね、このミュートとオープンっていう風にちょっとホワイトボードで書きました。よく質問いただくのは、この押さえてる音はどんな感じで演奏してるんですかと。この押さえてる音、オープン、この押さえてる音を今回このミュートという風にしましょう。ミュート、黒丸、ミュート、押さえちゃってるわけですね。オープンは通常のオープン、太鼓の真ん中だったり少し外した倍音の多いオープンだったりで、今回はですね、やはりよく質問いただくのは、このミュートするときにこうやってブレてしまう、演奏してるときにこのようにブレてしまう、うまい方法はね、こううまくピタッと止まりづらいっていうことをね、よく質問を受けるんです。原因としましては、大体このホールドしているスティックがちょっとこう甘いっていうか、スティックの握りが緩いと、このようにプレスロールのようになってしまいますんで、プレスロールになってしまってはあまりよろしくないと思うんですね。プレスロールではなく止めていく。ですから、もしスティックで演奏する場合は、スティックのこのホールドしている指を少しちょっとホールド気味にして、ぐーっと掴みすぎる必要はないです。ちょっとね、ホールド気味にして、ブレないようにして置きに行く。
こういう風にしてみてください。で、大抵ブルブルってなってしまう方はですね、力が入りすぎていることが多いと思います。こうやってこの必要以上に左手のボリュームが大きい、するとやっぱりちょっとこうブレる原因になるかと思うんです。ボリュームとしては、私の感覚としては右手が8に対して2とかですね、9、1とか8、2くらいの音量バランスですから、左手はそんなに大きくね、音量出さなくてもチャチャチャやマンボウに関してはいいのかなと思います。モサンビーケ、モサンビーケに限ってはこうね、64とか55くらい、要するに左手のボンボというか低いのをね、ですからモサンビーケに関しては私は結構左手も大きく出すんですが、チャチャチャやマンボウは比較的ね、そんなに力を入れずに、あとプレイヤーによってはですね、このようにスティックを置いてしまって、まあ、もしくはね、こうね、脇の下に挟んで、このように手でアプローチする方もいらっしゃいます。スティックのやるのと、このミュートする感覚がいまいち分かりませんという方はですね、ぜひこのスティックを一旦ですね、置いていただいて、指で太鼓をですね、少し押さえていただきたいです。コンガでいうところのプレシオナードって言いますね。モフっていう音があるんですが、非常にこれ似てます。太鼓をあえて弾かずに押さえておく。この感覚でがミュートかなと思っています。今回のテーマのね、ミュート、左手のミュート。ぜひ、押さえる、弾く、ピーンとね、指で、押さえる、弾く、押さえる、弾く。うん、押さえる。押さえる。この押さえる感じ、指で押さえると、あまりブレる方は少ないんじゃなかろうかと思うんです。ね、指でピッと押さえると、ちょっとブレにくいと思うんで、この4本の指、もしくは2本でも構いませんけども、ピッとね、止めてみてください。止める感じ。で、これをスティックを持った時も同じ感じで、止めてみるといいんじゃないでしょうか。はい。というふうにですね、こう止める、弾く、ミュート、オープン、ミュート、オープン、ミュート、ぜひですね、ティンバレスでブレてしまうという質問が多いんです。ぜひその、まずはですね、スティックで、まあもちろんこのホールドもそうですけども、ぜひね、手で、直接手で太鼓ですね、ティンバレスを、押さえる、弾く、押さえる、弾く。この押さえる感覚で、押さえる。というふうにですね、ぜひちょっとアプローチしてみてください。イエーイ。それでは次にですね、このミュートとオープン、ミュートとオープン、ミュートとオープンね、ミュートとオープン、これをですね、今回はちょっと一例としまして 2-3 マンボというですね、リズム、グルーブ、マンボに関してはですね、カスからマンボなどですね、ファイルをアップしておりますので、ぜひね、そちらも参照していただきたいと思いますが、今回のテーマである左手ですが、ミュートとオープン、これをですね、この 2-3 クラーベのマンボベルのグルーブ、タンタンタタンタタンタタスタスタと書きました。タンタンタ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 ンタタンティトンティンテンティン、右手だけですとこうなるわけですね。そして今日のテーマである左手のアプローチを加えてみますと、ね、このように少しこう感覚が変わってくるわけです。そしてですね、今回左手の今演奏したのは前半がミュート、後半がオープン、ミュートオープン、200目の裏をミュートにしているバージョンなんですね。先にミュートしている。
4拍目をオープンしているバリエーション。逆も実はありましてですね、二裏をオープンにする、前半をオープン、同じに聞こえますっていう方もねいらっしゃるかもしれませんが、これ微妙に、微妙というかかなり違うんですね。前半がミュート、前半オープン、私の場合、前半がミュートをすることが割と多いんですが、でもね、時々オープンにしてみたりするんです。バリエーションでですね。モサンビーケという2-3のグルーブ、モサンビーケというファイルもね、アップさせていただいておりますが、モサンビーケを演奏するときは、ほぼほぼ前半がオープンですね。こっちの方がなんかしっくりくるわけですね。ですから実際の曲の中でねアプローチするわけですから、歌の感じやメロ、ね、インストルメンタルだったらメロディーの感じでどっちがいいかなっていう感じでですね、ぜひ両方練習できるととってもよろしいと思いますので、バリエーションがね広がりますので、右手は 2-3 に今日ね、統一しておいて、前半オープンなのか後半オープンなのか、タンタンタタンタタンタタスタッツトンティントンパンベースです。トンディンディンガンガン、ベースとねうっすらにうっすらどころかベースとリンクしておりますし、トクタクングンディンディンクパクングンディンディンクパクングンディンディン、コンガのマルチャトゥンバオトトゥンクパクングンディンディンクパクングンディン、そこでもピッとこうリンクしておりますしね、そこの噛み合いも面白いですよね。ぜひですからコンガボンゴティンバレスで、ね、仲間を集めてちょっとやろうぜマンボやろうぜなんでね、そういう風にできるとすごくいいですよね。ぜひですねティンバレスを担当になった方は担当と言いますか、ティンバレスを演奏する方はこの左手のですねミュートとオープン、これをですねぜひ叩き分ける練習をしてみてください。そして全部、例えばまあバリエーションとして全部ミュート、全部オープン、これ全部ミュート、全部オープン、あまりこういう演奏は私はしないですね。今のにちょっと突っかかっちゃったりしますが、あまりどちらかがミュート、どちらかがオープンっていうアプローチで慣れていると言いますか、そっちの方がなんかやっぱりしっくりくるんですかね。全部オープン、全部ミュート、まあもちろん間違いじゃないと思うんですが、あまり私は演奏はしないですね。どちらかがオープン、どちらかがミュートというふうにね、変化つけられるとね、すごくバリエーションが出てね、またこう、リズムがウキウキしてくる、トゥンバオにリンクしているってね、素晴らしいですよね。ぜひ、アプローチしてみてください。イエイ。今回は、左手のアプローチとしましてですね、主にこのミュートとオープン、ね、に関して少しテーマを持ってね、ちょっと解説していきました。左手はですね、クラーベを刻んだり、もしくは右手でね演奏しながらいろいろなバリエーションがありますので、この左手のアプローチシリーズなんていうのもですね、まだね、ちょっとファイルをまた作っていきますので、ね、ぜひまたお楽しみにしていてください。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録していただけまして、いいねボタン、ね、押していただけると、嬉しく思います。よろしくお願いします。パーカッションのミザリートでした。イエーイ。ミザリーとラテンパーカッションチャンネル、ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。イエーイ。シュワッチ。